まずはこうやってですね、皆さんとヤング力を考えること、大変、嬉しく思います。まあ、今年はですね、4月に消費税が上がりました。多くの部署はですね、3月までは倒産、4月からは減産という部署が、多かったのではないかなと思います。まあ、生産変動、ありましたけども、皆さんのご協力によってですね、なんとかクリアしてきております。本当にありがとうございました。また関西方面ではですね、去年から、仕事量が薄くてですね、多くの方に、まあ、応援に行っていただいたり、転勤に応じていただいたりということで、まあ、非常に ご協力いただいております。この場を借りてですね、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。まあ、日本はですね、長い目で見ると人口が減ってきてしまいます。非常に、まあ、環境的には厳しいのかなと思いますけども、そういう厳しい中でも、伸びてる会社は伸びてますし、元気のある会社は元気があります。ぜひ、ね、そういう、元気のある会社にですね、していかないといけないというふうに思ってます。今年のプロが、やってみたい、やったらいいのを現実に、皆さん日頃お仕事しててですね、こうしたらいいんじゃないか、これやったらいいんじゃないか、これやりたいんじゃないか、まあ、いろんなことを思ってると思います。どんどんそういうことをですね、形にしていただきたいというふうに思ってます。まあ、そういうことをどんどん形にすることがですね、我々グループとしてレベルアップにつながって、また新しい仕事につながってですね、発展につながってと思ってますので、そういう思いでですね、お仕事をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。まあ、今日は、ヤン旅行です。いろんな方とですね、いっぱい喋って、いっぱい食べて、いっぱい飲んでですね、楽しい宴会にしていただきたいと思っております。まあ、明日からのですね、英気をですね、今日しっかり、養っていただいてですね、いつからまた頑張っていきたいというふうに思います。